風は味方だよって背中を押してくれ、もう一気に飛び込むさ Don't give up yourself、yeah!どうもハイパーダッシュ口の空力です。今日もよろしくお願いいたします。ついに始まりましたパワードバイ FDK ミニ四駆ジャパンカップ2024ドライブオン横浜タイヤ。先日ね配信もありましたが静岡大会を幕開けに全国各地でのレースが始まりました。このジャパンカップですがクラスがね5つあります。前回の動画でも紹介させていただきましたが、ジュニアクラス、そしてトライアルクラス、そしてファミリークラス、そしてオープンクラスとチャンピオン、この5つのクラスがありますが、今回はその中でもファミリークラスにちょっと注目してみたいと思います。このファミリークラスは中学3年生までの選手が出場することができます。他のクラスと違うのは自分で作ったマシン以外のマシンでも走ることができます。つまりお父さんお母さん保護者の方と一緒に作った共同制作したマシンでも可能ということになっております。そしてもう一個違う点が勝ち抜き戦ではありません。何人かでねレースはしますけども、1位になった選手が非売品の 4x4 のステッカーがもらえますので、それを目指してみんな頑張っていくというシステムになっております。あとはレーサー本人がスイッチのオンオフができるというのが条件になっておりますので、お家で必ずスイッチのオンオフを練習してきてください。さらにファミリークラスはレース終了後にお楽しみ抽選を受けることができます。ミニ四駆のパーツやボディ、そして今回のジャパンカップはなんとニューエラのオリジナルキャップなどが当たる可能性がありますので、皆さん楽しみにしてください。そして今映っているのが先日行われましたジャパンカップ2024静岡大会のファミリークラスの様子です。参加する選手がね結構ちっちゃい子が多いんで、他のクラスよりもスタートカメラがかなりズームしている画角になってますね。ファミリークラスは1選手につき1名お父さんかお母さんが、一緒に付き添いで入ってくることができますのでご安心ください。ということで今回のハイパーダッシュ基地は公式大会のファミリークラスをご紹介させていただきました。各会場でねこのファミリークラス開催予定になっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。よくね配信中にうちの子供まだ公式大会に出たことないんですけども、初めてでも大丈夫でしょうかっていうコメントよく来ます。安心してください、大丈夫です。ぜひね人生で初めての公式大会ファミリークラスで楽しんでいただければなと思います。